2022年11月11日です。建てすぎた建物について、あちらに見える建物、こちらが大倉山図書館なんですが、その横の建物、あちらは阪神淡路大震災の後に建てられた建物です。まあ半分ぐらいも入居者の方いらっしゃいません。でこちらの建物もそうです。であんまりその入居者の方いらっしゃいません。でこのまま、法務局の方へ向かって歩いていきます。まあ、自転車置き場ですけども、古くなった放置自転車何台か見受けられますね。錆びてるの、ああいうのも回収しなきゃ、金属錆びるだけだからもったいないですよ本当に。でまだ建物を建てようとしてる、ただでさえ建てすぎてるのに。あちらの目の前の建物は、まあ、いつからあったかは分かりませんけども、その横のこちらですね、あの建物は阪神淡路大震災の後です。で建物があるかないかで行くと、あちらの方にも建物あるし、まあ、ビルマンションですね。で少し離れて、まあ、こちら地下鉄大倉山駅の近くなんですけども、あちらの方、港川の神戸電鉄港川の方へ向かって歩いていくと、ああいう風な新しいマンションがいっぱい立ち並んでます。でどこもかしこも人ほとんど入ってません。それが、現実です。あちらを見ても、まあ、空いてる、ビルはたくさんあると思いますよ。阪神淡路大震災の後に作ったものも。ちょっと一旦映像ここで、途切れます。